状に残った登山道をたどっています。この細い道なんですが、この右上ご覧ください。課題になっているところにほぼ同じ幅の一直線の道が続いています。ちょっと振り返りますと、笹の向こうにやはり同じような平らな土地が続いています。ちょっと進んでいってみましょう。4軒幅ですかね。いやー、これは道でしょうと思うんですが、専門の方ご意見頂戴いたしたく。しかしこの植え方自体が怪しいですね。はい、下は普通の登山道です。